ちのそうめんが美味しいのはこの水のおかげなの。すっごいマイナス4だ。どうして福根さんはベジタリアンになったんですか？一番はうちのそうめんをもっと多くの人に知ってもらいたいからかな。この土地の文化や自然も世の人にもっと知ってもらいたい。そのためにはどうしたらいいかって考えた時、やっぱり情報を発信するしかないって思ったんだ。南島原市は日本で初めて銅版画技術が広がった土地なんですよ。なるほど、それをアート作品に。ちょっと水原さん、これ見て。娘はいない、仕事の邪魔だ、帰ってくれ。娘をかばうとこの製麺所もただで休まんぞ。先ほど鮎帰りの滝での投稿が確認されそうです。気持ちいいでしょう。雲仙からの湧き水がこの有明海に注がれて自然豊かな環境を支えているの。見て、すごい数だ、こんな間近で。かわいいですね。イルカたちも日を受けた波もキラキラしてる。ここ南島原にはまだ知らない美しさがこんなにも溢れている。やめてくれ。そんなことをしたら俺もみんな南島原の民なんだよ。